送料無料表示やめて。運送業界が質訴え。物流の2024年問題。俺前々から気になってたのは、送料無料っていうのは結構アマゾンオークションとかいろいろあるんですけど、送料無料って多いですよね。けど実際問題として送料を無料にするってことは厳しいんですよ。物を発送する場合は必ず運賃お金取られるんです、運送業者に。だから送料無料では厳しい。俺は送料ちゃんと取ってますけど、60、80、100、140、50、60、70、サイズ。30キロ、40キロ、50キロとか。あと、まあ、北海道、東北、関東とか、そういうふうな、地域によって、落札後送料連絡して、送料を入れた金額を、入金してもらってるんですけど、実際は送料無料って言っても確か商品に上乗せされて出品されてたり販売されてたりするんじゃないかな。いや、中には本当じゃ提携会とかそういうやつ200円とかの300円ぐらいなら送料無料にしてやるかっていう人もいるかもしれないけど、大半の商品はおそらく送料分上乗せされて出品されています。ヤフオク、アマゾン、ヤフーショッピング、楽天、そうしなきゃ合わないですよね。だって1000円のやつ送料無料にして1000円運賃発生したら0円ですもん、利益。うん、だから送料無料に騙されてる感あるよね。実際上乗せされた金額を購入してんのに送料無料だから送料分得したって思ってる人もいるかもしれないけど、実際商品に上乗せされてます、多分おそらく。けど何が恐ろしいかっていうと、例えばアマゾンで60サイズの商品1200円とかで売ってるんですよね。で、宅急便とかで来るんですけど、宅急便ってわかんねえ、なんだろう。送料だって普通数百円かかりますよ。600円とか800円かかりますよね。600円ぐらいかかるか。1200の商品で送料半分と仮定すると利益出ない、売ってる人は。っていうことは多分運送会社が相当厳しい思いしてると思います。普通600円のやつを400円で運べとか、300円で運べとか、運送業者が相当苦しい思いしてアマゾンの商品、ヤフーショッピングの商品運んでると思います。どういう運送業って、どんな
な感じなんですかね。採算合わなくても受けなければいけないぐらいギリギリの職種なんですかね。あ、もうお宅の商品は運びませんって言えないのはな、言えないのはな、言ったら荷物がほとんどなくなっちゃうのかな、運ぶ荷物が。そしたらあれじゃないですかね、じゃあ600円のやつ300円で運べって言われたら、結局従業員の人件費を安くするしかなくなっちゃうんですかね。給料安くするしか、悪循環じゃないですかね、本当悪循環。従業員が集まらないのかな、安いから。どうなんだ、全然わかんないけど、ほんとその辺のからくりは。厳しい世の中だ。